スープラ LMGT は1995年1996年にルマン24時間レースに出場したトヨタスープラベースのレーシングカー。2008年のトグダ夏祭りでは展示された。スープラがルマン初挑戦となったこの年は日本の GT カーではホンダ n SX、ニスボ、GTRLM 等が参戦し、いずれも活躍した。この年のルマンでは NSX は劇的なクラス優勝。そして関谷正則は、マクラーレン対一で、日本人初のルマン総合優勝を遂げている。見た目は、JGTC 仕様のスープラとさほど変わりはないが、フラットボトムの装着、カーボンブレーキへの変更、補助灯の追加、リストリクター系の違いなど性能面では大きく、違っている。十七号車のドライバーには、マルコアピチェラ、マウロマルティニ、 ジェフクロスの負が起用された。予選タイムは4分10.36秒で、順位は全51台中30位。決勝では一時は駆動系のトラブルに見舞われるが、安定した走行を見せ決勝では、全23台中14位で完走という結果だった。走行距離は 3597.984km。平均速度は、時速 149.915km である。 主なスポンサーは、日本電装、トヨタ自動車、トヨタ車体、トヨタテクノクラフトダンロップレーズエクソンモービル愛信イドック、大塚家具、レカロ、トヨタ合成、トヨタ防食、小イト工業、トヨタ自動食器、トミーヒルフィガワコテージホテル、ふとしさん工業、ピッツラである。28号車のドライバーには、ジョージ・フーシェ、スティーブン・アンドスカー、トーマス・ダニエルソンが起用された。 しかし、レース本番間近となった95年4月の富士スピードウェイでのテストで、クラッシュ、急遽エントリーがキャンセルされてしまう事態になる。ちなみにこの車のリアホイールは、トヨタ TS010 のフロントに使用されていたもので、ある。主なスポンサーは、非装産業、ゲーテハウストヨタ自動車、ダンロップシビエである。翌1996年もサードの1台のみ参戦し、 ドライバーには、前年に、ルマン総合優勝を果たした、関谷正則に加えて、影山正美、三津貞秀俊氏が起用された。昨年に比べ、外観、サスペンションジオメトリーは大きく変化している。予選タイムは4分6.532秒で、順位は、全52台中36位。決勝では18時間で、ポルシェ 911GT1 と接触し、 スピンして、ガードレールにクラッシュしてリタイアした。これにより、スープラでのルマン挑戦は幕を閉じた。主なスポンサーは、トヨタ自動車、トヨタ車体、トヨタテクノクラフト、日本電装、ダンロップレーズエクソンモービルアイシンイドック、大塚家具、レカロ、トヨタ合成、トヨタ防食、コイト工業、トヨタ自動食器、コテージホテルテレビ朝日、ウベコーさんなど。 R33 ベースのホモロゲーション取得用の特別モデルである。最終コーナー立ち上がりでコースアウトしクラッシュ。ドライバーのダニエルソンは無事。ちなみに27号車も4月の TI サーキット間でのテストで大きなクラッシュをしている。BBS 製の単造ワンピース。リタイア後の車両画像。ありがとうございます。